落胆することなく感謝をし、さらに私の道を歩んできなさい。忍耐は必要ですが、すべては益となるという私の栄光のあれを見ていくと幸せあります。この主の言葉に立って働きを進めるというのは一つポイントであると叱られます。その中でもこの21世紀の働きにおいて映像というのは重要な位置を占めてくると叱られます。焦ることなく私の速さによって一歩一歩着実に歩んでいきなさい。時が来た時の大きな変化をあなた方はあなた方の信仰によって受け止めていきなさい。でこの映像配信においても祈りが土台となるので、さらに祈りを強め、この御心の映像配信ができるように熱心に求めていきなさいと叱られます。一つ一つの事柄は意味があり、立て上げとまた成長のこのポイントをクリアする事柄を通して、さらに次に私が起こそうとしている事柄の土台となると知らされます。このポイントをついた映像配信をなすことによって、またそれをこの国内外に主は広げていこうとしていると知られます。そのような計画があるので、主のこのビジョン、その映像に対するビジョンをしっかりと捉えて進めていきなさいと言われます。それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。天皇様、予言の言葉ありがとうございます。またセミナーをありがとうございます。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。第一テサロニケの五章開いてください。第一テサロニケの五章、お読みいたします。十八節、すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと思いますが、訳がちょっと変わると違和感がありますね。まあ、でも言ってる内容は一緒ですのでね、感謝して受け取っていきたいと、こういうふうに思いますが、癒しが起こりました。キョンちゃんの癒しですね。で、十数年の厳しい精神病だったんですけども、神様癒されたのを感謝したいと、こういうふうに思います。お父さんは喜んじゃってですね、それから主治医の先生、10年以上かかってる先生がいらっしゃってね、その先生も教会のホームページで癒しが起こったっていうのをニュースが載ってるのを見せてほしいって言って、それを見てですね、泣いたっておっしゃってましたね。でまさにあの主の技は素晴らしいなと思います。で、重い精神病っていうのはちょっと賜物みたいに TLEA ではね、ポコポコと癒されるんですよね。でも最近それがなかったなと思ったんですが、
それが、神様がそういうことをするのは御心であろうというふうに感じてましたのでですね、また再び現れてくるかなと思ったら具体的に現れてきたということとともにですね、さらに今リバイバルに向かっての働きが大きく進んでいる中で起こり始めている時に顕著に起こり始めてくるのではないかということをね期待しています。それで皆さんもね期待し進みといてください。で統合失調症の人とかうつの方とか結構精神病院無料の方が多い教会もあるんですね。でそれらの方々が導かれた理由があるので、まあ、一つは、永遠の命を受けてですね神様の恵みを受けるっていうのは一つだと思うんですが、一つは癒しが一つ大きなポイントであろうとこういうふうに思います。でその中でちょっと感じるのはですね、皆さんも祈りの時にちょっと見といた方がいいんですが、精神病の人はですね諦めている人が多いんですね。どういう人なのかというと、病気はもう治らないって諦めている、そういう人たちも祈ってくださいって来るから、でそういうのは方々は癒されない。理由は何かっていうと喉の癒しを求めてない、諦めちゃってるから。それから受け入れちゃってる人がいるんですよね。諦めてはいないんだけどもういいかこれでみたいな、このまま行こうかみたいなね。でねそれもダメ。ちょっと分かってきたのはですね、もし本当に癒しを狙うべきだ狙うんだったら、祈る時にその諦めてる方々それから受け入れちゃってる方々に悔い改めてもらわないといけないと。悔い改めて誰かがぶったとかそういうことじゃなくて、あなた望んでないですっていうね。で癒しの問題で一つ出てくるのはですね、望んでないで望みをしっかり持てばかなりの確率で癒しが起こってくるだろうと。まあ、きょんちゃんはずっと望んでましたからね、大逆転が起こって素晴らしい一緒の栄光の現れとなりますし、これから前田さんやエシュリンちゃんみたいにねなんか動画でも出てくるんじゃないかとこういうふうに思いますし、多くの人の希望になるとこういうふうに思うんですね。ところが多くの方々はね望んでないし諦めてるし、それ受け入れちゃってるのでね、そこの確認対応っていうのは重要であるということを思いますし、私はこれから精神病の癒しってより多く起こってくるというふうに感じています。皆さんを通してねそういうことが起こってくると思うんですが、皆さんが祈る時にねうつを祈ってください、統合失調症を祈ってくださいとかいろいろ言われると思うんですが、それを祈るとともにもうはっきり言うべきことは言っちゃう。あんた求めてないんでしょうとかね、で問題は だいたいそっちの方にあると思われます。かなりの人たちが諦めてると、諦めを撤廃させるっていうのはその癒しの働きの大きなポイントですね。それとともに小塚さんの名前が出てきましたけども、また思い出したんですね。イスラエルの時に小塚さんの奥さんが、脳一血かなんかで緊急入院でね命が分かんないって、そしてああもう死ぬんじゃないかとかねダメなんじゃないかとケロッと治っちゃった。ちょっと感謝したいというふうに思います。あれもすごい癒しでしたね。全然治っちゃったの。びっくりいたしましたよね。で神様はですね、神様が望まれる時に何をしようするのかっていうことをですね見せてくださってますね。でこれはですね、私は要するにこれから起こる事柄に対して神様はね皆さんに示しておられるということを感じるんですね。ですから皆さんもね期待しつつ対応なしといていただきたいと思います。
癒しの働きがより強くなってくるので、その対応をしっかりさせるとともに、祈らないでは癒しは起こりませんのでね。また同時にこっちが狙っているのは、癒しを通して神の栄光が荒らされるということを望んでいますが、まあ、神様の技ですけれども、人が救われるということですから、そこに焦点を置きつつ対応をなすということはね、重要なことがあるということを覚えておいてください。それとともに、賛美の締め切りが近づいてるんですよね。賛美の締め切りいつでしたっけ。あ、ケンちゃんいないか。それでね、7月終わりじゃなくて8月の中旬頃かな。で、賛美にね、特別な神様の御心がありますのでね、コロナ騒ぎでね、賛美の事柄がこうなんかムワムワっとしてますけど、神様はね、今いろんな賛美ができて、この後に有名なる賛美もいろいろ出てくると思うんですが、さらに本格的な賛美っていうのはこれから出てくるので、どうぞ皆さんもね、熱心に求めていただきたいというふうに思います。それとともにね、真面目に求めすぎてね、がんじがらめになっている方が結構多いんですね。で、そしたらどうしたらいいかっていうとね、いい加減にやる適当な鼻歌を作っていくと、ね、あれでもいいですよ。もう似すぎてる曲でもいいから、どん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 やると、ね、で、似すぎたら後でちょっと変更させればいいんだから。で、それでね、かなりいい歌が、ね、これから出てくると思われます。そしてね、今歌われ始めてますが、日本中で世界中で歌われる歌っていうのは次々と出てきます。日本でリバイバルが起こるので、他教会も大きくなるでしょうけども、アンティオク教会も非常に大きな教会になりますよね。そうすると今一人で歌ってるのがですね、1万人で歌うとかね、そう始まりますからね。そうすると拡散率もちょっとレベルが違う状況になってきますし、また同時に賛美の力っていうのも違ってくるだけではなくて、賛美を通してね、神の働きが大きく変化していきます。そして一つちょっと感じるのはですね、何を感じるのかというとですね、長崎チームが行ったんですよね、去年の秋。ちょっとね、それがね、よーいどんに聞こえるんですね。で、皆さんが長崎チーム行ってる時、私は高知で寝てましたけどもですね、高知と練馬で寝てましたけども、皆さんは長崎に行って26世人とともにですね、用意どんをしましたけど、私はですね、高知でですね、枕とともに用意どんをしたという形になります。で、新しい段階の事柄がいろいろ動き始めてるんではないかということをね、ちょっと感じます。ちょっと感じるのはですね、霊の力の大きさっていうのはより強く動いてるということをね、感じますしですね、さらにこれは発展していくであろうと、こういうふうに思います。それへね、新しい対応に関して、一歩一歩進んでいくというのは重要ですね。それで、白馬のキャンプの映像がありますので、それを見ていただきたい。白馬キャンプ2019。白馬キャンプは毎年夏に行われるクリスチャンのキャンプです。今年で22回目を迎えるこのキャンプは、日本全国、海外から多くの方々が参加されます。今年は535名の方々が参加されました。そして今年は海外から特別なゲストが参加しました。私たちが支援しているカンボジア孤児院の子どもたちです。みんな楽しんでね白馬キャンプでは様々なアクティビティが用意されています。白馬の大自然を満喫できる八方尾根散策、おっと今年は霧が濃かったようです。これはこれで味があるかも。
ーツが好きな方にはバスケットボール、リーダーは県選抜選手にも選ばれたバスケットマン。大人も子どもも本気になって楽しんでいます。白馬グリーンスポーツの森は白馬の自然の中でアスレチックや魚釣りが楽しめます。カンボジアのみんなも楽しそう。Jゴスペルコンテストファイナル in 白馬、夏の白馬キャンプの大イベントです。参加アーティストは大人だけじゃありません。アンダー21の部、キッズの部も用意されていて、幅広い年齢のアーティストたちが今年も神様に賛美を捧げます。京都から来ましたのりです。自分は関西から来たので関西のチームに頑張ってほしいなと思っています。そして今年はカンボジアのフォローガットも参加します。白馬、今年の優勝はエルサレム。アンダー21部門、エシュルン。キッズ部門、子供器物。おめでとうございます。知能制御系というか知能 AI です。21世紀型の福音宣教のため各種セミナーも行われます。今年は中村牧師による AI IoT セミナーも行われました。最近の2010を作っていくとすごく聞き取りやすいメロディーを作っていくことができます。こちらマークの隣に矢印みたいなのありますよね、こういうダウンロード、それがダウンロードというものです。カンボジアのみんなはオーケストラセミナーに参加したみたい。頑張れ。あ、こんなところでのんびりしてます。そろそろ正解が始まるよ。白馬キャンプでは毎日朝夕に神様を礼拝する時が持たれます。今年はどんなことが語られるのでしょうか。だから私たちはですね、皆さん主に愛されるということに選ばれているんです。我々はね、主に愛されるということに選ばれているんです。神様は私たちの願い、思い、心をちゃんとご存知なんです。私たちたとえ力がなくても、また能力でも、また何やっていいか分からなかったとしても、祈っているならば神様が御業を成してくださいます。そして、ね、愛してるから、我々が、ね、価値のある最高の人生を生きることは、ね、主の御心なんです。我々が幸せになることは主の御心なんです。問題が解決することは主の御心なんです。最善なことが与えられることは主の御心であるということを、ここからスタートする。あ、神様、
どうして私からは遠く離れてるんですか。神様に近づきたい、しかし近づけない。あるところまでしか私の力では神様のところに行けない、神様のところに行けないと思った時に神様は言われたんです。あなたがそう思ってるだけで、私はあなたの中に、あなたと共に。私たちはね、この終わりの時のリバイバルに召されたこの群れとして、教会として、そのもうすでに語られているリバイバルに向けて進んでいるわけです。永遠の神の愛の光、これが私たちをさらに幸せに変えていき、そしてですね、さらに働きを進め、技を出していく、これが私たちの教会の名前である。そしてね、神様はね、私たち一人一人を愛しておられます。だから私たちは明確にね、信仰を使うポイントとしてね、私は愛されている、で、ここがそのまま信仰を使う。今年の白馬の賛美大会も最高でした。今年のバイキングも最高でした。ありがとうございます。今回はですね、私なんと20年ぶりにこの白馬キャンプに参加しました。それもカンボジアにいる個人の子どもたちと共に、これは本当に素晴らしい、神様の愛を感じるものでした。本当に感謝します。はい、今日特にあの告白を通して神様が私たちを愛されているんだなということを強く感じました。王の王、全世界の王、主の主を称えます。感謝します。賛美します。あなたを称えます。リバイバルは起こっています。またさらにあなたの技は起こります。私たちを用いてくださいます。力強い技が始まっています。私たちはそれを知っております。それゆえあなたを称えます。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 賛美します。週末のリバイバル、黙示録の時代のリバイバルの働きに私たちは召されているんですね。もちろん私たちだけではなくて、どの教会も召されているわけですけれども、私たちもそのうちの一つです。そしてそのリバイバルのポイントが白馬という、ね、名前の中にあるんですね。ですから白馬でキャンプができるということは特別な意味合いがあると。特にあのコロナの問題もあって、一気に週末の様相が強まっている中でですね、今回は特別な意味合いがあるということを思います。一つは時を示しているのかもしれませんし、あるいは今だんだんいろんなことが起こり始めているので、そういう面でですね、さらに大きなこの発展に行くのかもしれませんけれども、特別な導きがあるのでね、どうぞ皆さんもいらっしゃっていただきたいと。参加できない方はね、インターネットでもやってますのでね、それを含めて、しかし同時にこれからの時代に対して対応をね、なしておいていただきたいと思います。1分動画がありますので、それを見ていただきたい。皆さんこんにちは。今日のテーマは復興ローマ帝国です。聖書を見ると終末の時代はヨーロッパが世界の中心になることがわかります。中東和平に関しても現在はアメリカが中心的に動いているように見えますが、成功させるのはヨーロッパから出る反キリストです。さて、黙示録にはローマ帝国が再び現れてくることが予告されています。13章1節に出てくる獣が何百年も前に滅びたはずのローマ帝国を表していて、このローマ帝国が世界をリードしていくことになります。そしてローマ帝国はすでにその姿を表し始めています。それは EU です。 EU はヨーロッパを統合しようとする新しい試みでしたが、その地域と民族は明らかにかつてのローマ帝国と合致します。また EU 内での出入国審査の廃止による行き来の自由や
統一通貨ユーロなどすでに一つの国に向かって進んでいます。このユーは寒暖時代の真ん中で一つの国となります。その国が EU と名乗るかどうか分かりませんが、これがローマ帝国の再来です。そして復興したローマ帝国、つまりヨーロッパが世界の中心になるのです。しかしこの EU には注意しなければなりません。黙示録12章3節に、見よ、大きな赤い竜である7つの頭と10本の角とを持ちとありますが、これはサタンを指しています。先ほどもお話ししたように、13章1節は EU、 つまり復興ローマ帝国を表しており、海から一匹の獣が登ってきた、これには10本の角と7つの頭とがあったとあるように、サタンと同じ表現が用いられています。つまり EU はサタン的実質を持った国として描かれているのです。復興ローマ帝国は反キリストをリーダーとして全世界を支配するようになります。それではまた。神の働きの不思議はですね、ローマ帝国が再び復興してくるということが2000年前から書かれていて、まさにその通りに起こってきているわけですね。それでコロナ騒ぎなどがあってですね、もう違う段階に今動いてきて、イエス様の再臨の時が近いぞということを感じます。先ほども弓野さんがセミナーしてましたけども、アメリカでのいろんな出来事ですね。アメリカでマリンさんと会った時にですね、マリンさんと最初に中央線乗って国分寺まで行ったんですけども、その中で一番最初に言ってました、私は預言者でアメリカにもこれから迫害が起こってくるということを言ってたんですね。でまさにそういうような状況がね、起こってきてるぞっていうことを思いますし、時が近づいてきてるっていうことをね、非常に強く思うわけですね。それでちょっと、長崎派遣が良いどんに見えるんですね。そしていろんな整いがあって本格的な動きに入っていくぞっていうことをね、ちょっと感じます。でその中でですね、コロナ騒ぎは一番最初に来ているわけですけども、大変な状況でマイナス的な状況で来ているわけですけどもですね、このコロナ騒ぎは一般が見るのと我々が見るのとは違うということですね。ですから皆さんもね、とんでもないことが起こって不幸が皆さんの周りに起こってマイナスが起こってっていうふうなことではないと思っていただきたいと、こういうふうに思います。そしてですね、このコロナ騒ぎのいろんな問題においてもですね、クリスチャンは違う。どうしてクリスチャンは違うのかっていうとですね、一つはクリスチャンはね、祝福されてるんです。それとともにですね、世に対して勝利を取っているということをここ書かれています。ですから何がポイントなのかというとですね、神様はそれを通して私たちを信仰的にさらに強めようとしているとともにですね、その勝利を表そうとしているということをね、覚えておいてください。で全ての問題においてね、明確な言葉が来ています。全ては益となるとか、あるいはですね、あなた方はすでに、勝利を取っているとか、この上もない喜びとかですね、聖書を見ますとね、おかしな感じになってくるわけですね。何がおかしな感じになってくるかというと、暗いことは少しも書いてないのです。心の中を見るとね、ある人はね、なんかどうなるんだろうとか、この問題は一体どうなるんだろうとか暗く考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、聖書はね、そんなこと一つも書いてないのです。でそれは嘘なのかっていうとですね、そうじゃなくて、それは私たちに与えられたものをその中で表しているわけであって、その中でですね、神様はですね、大きな祝福と恵みを私たちを通して表そうとしているわけですね。すでにコロナに勝っており、さらにその働きを神様は進めようとしているということをね、覚えていただきたいと思います。それでね、ちょっと思ったのは、何を思ったのかというとですね、ありえない話っていうのを書けって言われて、ありえない話っていうのを書いてるんですね。
ありえない話をかけって言われた時にあれと思ったんですね。示しが来たからですね。御心があるぞっていうことでね、書いてるんですね。私ねちょっと驚いたんですね。それは 何かっていうとね、すぐなくなっちゃうんじゃないかなと思ったんですね。ありえない話なんてね。そしたらね、次から次から次から次へと出てくるのですね。今週は、チベットのやつ奇跡ね、閉館されてるのに我々が、交換タイムで入ってやりたい放題やったって話ですね。チベットの奇跡のことを言ってますけどもですね。で、同じような奇跡はポーランドで起こってるわけで、ポーランド書いてないわけでしょ。ジャッキーの殉教のことも書いてないでしょ。それからトルコでの奇跡も書いてないですね。でね、私ねすぐ終わるかと思ったんですけど、俺あれ続くなと思ったんですね。すごくね。でどうしてねそうなったのかなと思って、これは私の人生全般に言えることではなくて、皆さんの人生全般に言えることでもないんですが、私ねクリスチャンになる前はこんなことなかった。もっとはっきり言えば、いや聞き従いと感謝を知る前はねこんなのなかった。そしたらね、次から次へと出てくるんですよ皆さん。具体的にね、でそれはどうしてなのかっていうと、我々が直面している事柄においてですね、主がね奇跡を表されたんです。で皆さんもその感謝とは聞き従いを知り、その対応になった歩みの中でですね、そういうことを体験されている方々、体験し始めた方々っていうのは多いと思います。でそれは何を表しているかっていうとですね、私たちに与えられている祝福を表しているのです。それは何を表しているのかというとですね、私たちに与えられている勝利を表しているわけですね。その基盤になるのはね、祈り聞きじゃないと感謝のことです。これが基盤となり、そしてねそれが表されてくるということをね覚えておいてください。そしてね、主はね今このコロナの時に何を表そうとしているのかというと、大暴風雨で死なないようにとは言ってない。で神様はですね、これからね皆さんが死なないように特別に守るんじゃなくて、皆さんを通して神の栄光を表そうとしているわけですね。それから長崎チームに行った人は、あれ何のために行ったかは分かります？働きの準備なんですよね。で全然忘れちゃってると思うけど何のために行ったのか分かります？これから本格的なね海戦やるぞって言ったんですよ皆さん。具体的に第1回目の長崎チームがなぜ長崎に行ったのかっていうとですね、これから海戦が始まるから、その海戦の準備に行ったんですね。で皆さんね、新しいことが始まるぞってことを主は言ってるんですね。だからね、忘れないこと、信仰的にしっかりと捉えておいてください。もちろん長崎に行かなかった人たちを含めて、神様はね新しい技と栄光を表そうとしています。ですからその信仰をしっかりとつかみつつ、信仰の歩みを全うしているということは大きな意味合いがあるということをですね、どうぞ覚えておいてください。で第1回目の、長崎チームの後どこ行ったのかっていうとですね、中国の地下教会に行き、それからキーリングフィールドのダボンに行き、山岳に入っていったのですね。そして始まったんですね。そしてそれ以上のことがね今これから起ころうとしているので、ちょっと皆さんもねそれらのことから覚えつつ見といていただきたいと思います。お祈りします。天の妻を一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。主が示されたのと違うポイントのことを握っちゃってる方がいらっしゃいます。そのことは何かおかしいぞって思っています。おかしいです。それを取り除いて本来の主の言う語られたことにしっかりと立つように、その時全ては益となっていきます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。ある時間を神に捧げなさいと言われている方がいらっしゃいます。
何か自分で握っているものがあります。それを捧げるときにですね、霊の祝福とともに、見えなかった目が、霊的に見えなかった目がさらにはっきりと見えるようになります。天の様はどうぞ豊かに導き、サインご横と宮沢を荒らしてください。お母さんのために祈ってるんですが、何か心の中に憎しみみたいなものが残っている方がいらっしゃいます。これを悔い改め、感謝をしつつ祈っていきなさい。感謝が解放の土台となります。また感謝をしつつ祈り、解放されることによってクリスチャン生活全体の中に何か重いドローンとしたものを感じていますが、これが解放されます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。天皇さん、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの皆によって命ずる。お一人お一人の体と精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの皆によって命ずる。お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエス・キリストの皆によって、お一人お一人の体と精神から病を去れ。癒されよ、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 癒されよ。腰が悪くて痛い方がいらっしゃいましたけども、これが癒されました。感謝して受け取ってください。喉と心臓の筋肉のところが悪い方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。肩、右の肩が悪い方が癒されました。右の足と腰が悪い方が癒されました。さらに膀胱炎の方がいらっしゃいましたけども、この膀胱炎が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の門と精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神、聖霊の親しき交わりが、私たち一度ともに、とこしえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございます。